前らと違って学校があるから。グッバイ世界。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パンダヒーローでーす。ということで今回ですね、 PUBG を久しぶり、もしくは初めてやるかなと思うんですけど、やっていきたいと思います。その前にね、コメントを紹介させてください。マリアンがコメントしてくれました。ありがとうございます。いつもね、ショートとかいろんなものでね、コメントをたくさん残してくれるんですが、本当にパンダの励みになっております。ありがとうございます。ありがとう。 3D めっちゃ綺麗やね。圧倒的なパワーやったわ。ということでね、今回この恋と真空ってゲームをね、やってみたんですけども、すごいね、やっぱ映像が 3D になったことで綺麗だし、今までの恋愛の乙女ゲームをはるかにね、上回るようなね、綺麗さが 3D になることによって演出されてたんではないかなと思います。うん、引き続きね、機会があればもう一回ね、その後どうなっていくのかっていうのもね、お送りしていければなと思ってますので、ぜひお楽しみにしててください。はい、今回ね、 PUBG しながら一つのね、作品を紹介したいなと思ってます。ネズミの初恋っていうね、作品なんですけども、すごい面白くて、昨日パンダ読んだんですけども、現在2巻まで出ていて、オーセドリックさんが書いている作品になってます。あらすじとしましては、ヤクザ組織に殺し屋として育てられて、人の愛を知らずに育った少女ネズミちゃんが、何も知らない普通の青年青くんに出会って、2人は恋に落ち、幸せな同棲生活を送るんだけども、組織がそれを許すはずもなくて、青くんを誘拐して抹殺しようとするんですね。で、その愛する青くんを救うために、ネズミちゃんは命を懸けたある交換条件を突きつけるっていう、あまりに残酷であまりに切ない初恋の物語ということでね、これね、なんか次に来るみたいな、漫画がすごいみたいな、こうそういう賞かなんかを受賞してて、6個ぐらい作品が評価されてるんですけども、昨日ちょうどね、私快活クラブって漫画とか読めるし、カラオケもできるようなっていうところで遊んでたんですけども、そこのなんてカラオケがさ、歌入れないとさ、予告というか番宣やるじゃないですか。それで何度も出てきて、あまりの絵の綺麗さとその内容の反比例さに、何これあんのってなって、気になって友達と探して、あ、これだってなって2人とも読んで、やばこれ超面白いじゃんっていう風になった作品なんですね。っていうので惹かれまして、つい読んだんですけども、そもそも2人の出会い方が特殊で、ゲーセンの UFO キャッチャーのクマのぬいぐるみを見てたネズミちゃんに一目惚れするんですね、青くんが。で、このクマのぬいぐるみ欲しいの、取ってあげるよって言ってやるんですけども、なかなかうまくいかず、うわ、ちょっと両替してくれ、待ってて、絶対に戻ってきますっていうので両替するんだけど、その間にネズミちゃんはね、殺し屋の仕事を終えてたので、そこをね、場所を立ち去らなきゃいけないということで去っちゃったんですね。で、それを知らない青くんはそのままへっってなったんですけども、しばらくしてね、そのネズミちゃんを発見した青くんがストーカーのようにね、つけていってね、そこで告白して2人は付き合って同棲することになるんですけども、半年間ぐらい同棲の期間があって、もうそれまでネズミちゃんは最低限のサプリメントでしか食事を取らなかったの。なんだけど、その青くんと同棲することになってからは、この日まで美味しいねっていうぐらい、こう毎日ちゃんとご飯を食べてるんですね。なんかもうロボットのように殺し屋として育てられたネズミちゃんが、青くんに出会ったことで人間らしさ、人間として生まれ変わったような、そんな感覚が私はしていて、もうすごくね、そこがまず面白いなって思ったポイントと、本当にネズミちゃんがピュアで何も知らないんですよ。なんかすごい可愛いエピソードで言うと、って言ってチュッてして、そのキスだけが吹っ込んでたんですよ。なんかもう、なんてピュアなんだ、もうそのままでいてくれよっていう可愛さはね、兼ね備えたんですけども、見た目としてはね、早々のフリーレンのフェルンちゃんとなんか似てるような感じが私はしてます。なんかほんわかしてる感じなんですけども、やるときはキュッてやるっていう、ね、その二面性がまたね、ギャップを生み出せていいのかなっていう感じで、もちろんね、なんかすごいね、見た目は引き締まってますし、もうスタイル抜群な可愛らしい女の子なんですけども、
で一つねパンダが感動したポイントっていうのがあって、まあ、その半年間同棲生活を経て組織にね拉致られて、その監禁というか椅子に縛り付けられてパンツ一丁で、でも殺すしかないっていうので銃を向けられてるんですけども、青くん見た目ちょっと陰キャ寄りというか普段冴えないような感じなんですね。でネズミちゃんがその青くんをかばったことでちょっとグワッてこう組織にやられたりすると、俺の彼女何すんだっていうぐらいもうひるまず、だってヤクザの面々がいるんだよ、5、6人、その囲まれでさ、自分は椅子に縛り付けられてさ何もできない状態でいるのに、彼女が一個でも被害加えられたらもう反撃するっていうその真の強さというか、うわーかっこいいと思って、私やっぱなやなやさひょろひょろのガリガリさんちょっと嫌なんですね。主人公とかでいるとすごいこう、なんで何もしないんでムカつくってなってしまうんですけども、なんかそこの青くんの行動を見て、うわこいつ強えと思って、だって、ま、自分がね一目惚れして好きになって半年間同棲したとはいえ、そこまで人を好きになれるってもう本当に素敵と思って、あこの人本当にいいなと思って、でネズミちゃんが選んだ人がこの人でよかったって、無駄にならなかったなって、その半年間の幸せでは、そこでネズミちゃんはある条件叩きつけて青くんを救おうとするんだけども、そこがねパンダ的にもう大好きすぎてもう良かったので、ぜひね今読む漫画なくて困ってるなとかっていう人は読んでみてほしいですね。すごく素敵な作品で、今後もね3巻が一番ちょっとね面白い展開なんじゃないのっていう感じなんですけど、今後に期待ということで、ぜひね見てみてください。はい、ここまでご視聴くださりありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。パンダにご興味持ってくれた方ですね、 Twitter と TikTok やってますので、ぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いします。まあほぼ毎日ですね、吐くなで配信しております。夜の7時から1時間ほど予定して毎度お話しさせていただいてますので、よかったらぜひパンダと雑談してみたいよなんて方はねいらっしゃってくれると嬉しいでございます。 YouTube ライブ土日どちらかに行ってます。今ちょっとパンダの家の Wi-Fi がすごく弱くてですね、YouTube ライブをまともにできる環境ではないので、新しく来るまでの間はちょっとしばらくゲーム配信は COD とか10のゲームね歓迎ができないと思うんですけども、ちょっと耐えていただければと思います。 Wi-Fi が、ね、届いたらちゃんと YouTube ライブもね積極的に配信していけたらいいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。では次の動画でバイバーイ。